さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。今日は、札幌駅のそごう百貨店に来ています。え、そごうってなくなったの？今はビックカメラだぞ。停止が飛んできました。うぷ主は浦島太郎ですね。冗談はさておき、今日は札幌駅バスターミナル、出撃バスグラフィティです。前回の上鉄バス川沿い営業所が、思いのほか好評だったので、柳の下の2匹目の土壌を捕まえに来ました。昼過ぎの、比較的便数の少ない時間だと思いますが、次々と出撃シーンをゲットできました。この珍しいバスは北見バスです。札幌駅隣接のバスターミナルだけあって、いろいろなバス会社が刺さっているので、複数車のバスを楽しめます。JR 北海道バス、上鉄バス、北海道中央バス、道南バス、沿岸バス、東北バス、北門バス、北海道北見バス、釧路バス、阿寒バス、北斗交通、函館バス、十勝バス、北海道拓殖バス、ニセコバス、網走バスなどが発着しています。この連続出撃は、札幌駅バスタならではの光景です。壮観ですね。まさに航空母艦から出撃する、戦闘攻撃機のようなイメージです。バスがひとしきり出撃した後は、長い信号インターバルに捕まり、しばし待ちぼうけになります。信号で出撃タイミングを測りながら、GoPro君に撮影命令を下します。このバスは東北バスですね。CM の生鮮市場は JR がやっています。バスの中を市場にしてほしいですね。拡張高く見える道南バスが出撃します。ゴールデンカムイの、ド派手なラッピング道南バスです。
網走バスです。全長12メートルは、広角レンズだとすんごく長く見えます。ここからはしばらく到着ゲートの様子です。道南バスの運転手さんに注目。これから出撃します。この交差点は全車直進、バスを除く、です。
この札幌駅バスターミナルも、2030年の新幹線札幌延伸に合わせて廃止されるそうです。その後のバスターミナルがどうなるのかはわかりません。いずれニュースになると思います。ここで札幌市消防局の救急車が登場。緊急車両でぶっ飛ばすイメージですが、実際はとても慎重です。GoPro くんの電池が風前の灯火になったので、この動画はこれでおしまいにします。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。3匹目の土壌はどこで捕まえようかと、思案しながらお別れです。では、バイチャー。